キテケロくんは日本の山形県が2013年に開催した山形デスティネーションキャンペーンに合わせて作成されたマスコットキャラクターである。キャンペーン終了後も山形県庁の観光交流課に所属し山形県おもてなし課長の肩書で県の PR 活動に起用されている。2013年6月14日から9月13日まで開催された山形デスティネーションキャンペーンの マスコットキャラクターとして、キャッチコピー、山形ビオリ、と、セットで発表された。県の形状を人の横顔に見立て、県の名産品であるサクラんぼのブローチをつけた麦わら帽子をかぶり、旅行バッグを牽引している。バッグに貼られた緑色のシールは、山形県産農産物の PR マーク、ペロリンで、鉱物は、サクラんぼとツヤ姫のおにぎり。キャラクター名の、 来てケロくんは一般公募によって命名されたもので山形弁で来てくださいという意味の来てケロが由来となっている。キャンペーン開始に先立って2013年5月22日付で吉村美恵子知事から山形県おもてなし係長の移植を受け、ゆるキャラグランプリへのエントリーをはじめとする PR 活動に従事した。県マスコットとしての続投を要望する声が多かった。 ためキャンペーン終了後も PR 活動に従事し、2014年12月3日付のおもてなし課長事例交付を経て2015年6月1日付で課長に昇進した。キテケロ君の商標は山形県が登録、所有している。キテケロ君の他に以下のキャラクターが家族として登場している。キテケロ君の妻、着ぐるみではなく担当のアテンドで、 キテケロくんの課長昇進直後に YouTube の公式チャンネル上で結婚を発表。10月15日に県内のゆるキャラを集めた結婚式を行った。2016年9月に山形県で開催された第36回全国豊かな海づくり大会の PR キャラクター。キテケロ君くんとイクちゃんの子供という設定で2015年6月に開催された 山形森の感謝祭2015で名前の発表と着ぐるみのお披露目が行われた。県庁に寄せられた意見では、県庁所在地の山形市を含む村山地方以外の感覚では、してけろが他人を見下した表現に聞こえるという批判もある。方言、してけろの使い方について、ありがとうございます。